ストップがかかんなくなってる。直しとこう。はい、どうも、ソイジマックスです。イエーイ。さあ、またガチャを回してきたよ。グイ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 。海洋堂カプセル1、進撃の巨人リアルフィギュアコレクションボリューム2、3回目です。ダブルで被っちゃったからすごくやる気がなくなってたんですが、頑張って回してきました。頼むから、アルミンが欲しいな。開けてみよう。頼む、とりあえずリヴァイさんは嫌です。あ、しまった。相変わらず。出てちょうだいよ。な。ハンジさんだ。これどうよ、これか。ハンジか。いや、まあまあまあ、持ってないのが出たからね。よしとするけど。いや、これ。これどうよ。爪剥がして、こう、血いっぱいで出るっていうシチュエーションですね。これどうかな。そんないいシーンでもなかろうにな。なんでこれをモデル化するのか、ちょっとよくわかんないんですけどね。顔はかなり半時間出てますよ。半時間って言い方もちょっとあれです。半時間というと30分みたいな言い方ですね。怖い。怖いよ。アルミンが欲しいです。アルミンが欲しいです。これでももうちょっと微妙にやれないな。やれるかな。気が向いたらやっていきましょうかね。進撃の巨人リアルフィギュアコレクションボリューム2、ハンジさん出ました。これどう思います皆さん。もっともっとモデル化してほしいようなとこあると思うんだけどな。